はい、行きましょう。おそらくだが、祠にいる。祠でしょう。だって祠には縁故の魂が。おーおー、あ、勝手に進むぞ、勝手に進む。ねねさん、ちょっと待ってください。どうしたの？どうしたの？何かあった？あちら、神社の方を見てください。何やら煙が昇ってませんか？ほら、やっぱり神社じゃん。煙？何してんの？燃やしてんの？確かに、煙のようなものが、それに妙に明るくなってる。あれってもしかして火？まさか神社が火事になってるんじゃない？え、でもどこから火が？一応神社も学校と同じように、私とかくましくは入れません。まあ他に入り口がありますから、他に鬼がいないとは言い切れませんが。だったら、カグマがやったんでしょ。あいつが神社に火をつけたってことじゃないの？でも、そんなことして一体。知らないわよ。でも、あそこにカグマがいるのは確かだと思う。カグマがいるなら、ヒナも。行ってみましょう、神社へ。行こう。マジかよ。うおー、赤い。赤い。うわー、賽銭箱が。俺の賽銭箱が。神社が。どこ？やっぱ左？祠の前？ヒナどこにいるの？ここにいるんでしょ？絶対森、おお、中にいた、中にいた。ヒナ、おヒナ、ねねちゃほ、ねねちゃほってなんだ。ねねちゃん、ごほ、ねねちゃほ、ねねちゃほ、中にいるよ、いるよ中に。え、かすかですか、神社の中から人の声が。もしかしたらおヒナさんは中にいるのでは？そんな、それじゃヒナが焼け死んじゃうじゃない。焼けおっぱいになっちゃう焼けおっぱいになっちゃうじゃない。ヒナ、今助けに行くからね。な、ダメですよ。うわ、行かせてよ。やめてください、無茶です。入り口は火に包まれています。あんなところを通ったら、中に入る前にネネさんが火だるまですよ。でもこのままじゃ、あ、神社の先にある池、あの水で火を消せない。どうやって水を運ぶんですか？入れ物なんてありませんし。余震場あったとしても、私たちだけであれだけの火を消すのは無理です。それでも何とかしなきゃ、早くしないとヒナが。焼けおっぱいに。大丈夫よ、おヒナが死ぬまでまだまだ時間はある。何？誰だ？カグマ？カグマなの？やっぱりカグマだった。はーい、ねね、さっきぶりね、ご機嫌いかが？もうプンプンだよ、カグマ。いや、そんな怖い顔しないで、心配しなくても平気だってば。火は外側からつけたわ。だから中はまだ燃えてないし、火が回るまではもう少し時間がある。足の怪我で立ち上がりたくても立ち上がれないから、煙もそんなに吸い込まないしね。ほんまでっか、ほんまでっか。それすぐには死なない、意識も失わない。暑さと苦しさ、近づいてくる火の恐怖にじっくり苛まれながら死んでもらうの。どういうつもり？おひなさんにもしものことがあっても困るのは覚悟でしょ。あの人の体は奪うんじゃなかったの？よつら、やっぱりそいつと一緒に行動してるんだ。確かに奪うつもりだったけど、おひなの体をもらうにはネネを助けないといけないんだもの。私はね、ネネを殺すって決めたの。なんとしてでもこの手でひねり殺したいの。そんなやつを助けるなんてありえない。ネネを助けるくらいなら、おひなの体なんてもういらない。いらなくなった以上、ゴミよゴミ、あんなゴミよ。ひどいわ。私はただいらないゴミを焼却処分してるだけ。それだけよ。悪い？病んでる。カグマ。さあどうするね。中までは火は回ってない。今ならまだおひなを助けられるわよ。早くお友達を助けに行ったら？あ、もしかして私が邪魔するんじゃないかって心配してるの？それなら安心しなさい。おひなを助けに行ってる間は絶対に手を出さないと約束してあげる。カグマの約束信じらんないですよね。今まで約束したやつ全部破ってるからね、自分。気づいてる？カグマ気づいてる？それにこれで何の気兼ねもなく助けに行けるでしょ。さあ、私に美しい友情の救出劇を見せてちょうだい。ただし、神社の周りにはガソリンをたっぷり撒いて火のバリケードを作ってあるから、中に入るには相当の覚悟が必要だろうけど、このくらいの演出があった方がねねちゃんの友情パワーも燃えるってものでしょ。さあ遠慮せずにどうぞ。行ってどうぞ。ぐっ、冷静になってください、ねねさん。間違っても火の中に突っ込むような真似はしないで。おひなさんまでたどり着く前にねねさんが焼け死にます。それでは助けることもできないでしょ。あは、何迷ってるの？おひながこんがり焼かれがあるまで突立てる気？手遅れになっても知らないわよ。大丈夫だって、あんな火どうってことないわよ。それにおひなは自分の目をつぶしててもねねを助けようとした。
あんたもそれに答えて火の中に突っ込むくらいしなきゃ。うん、行かないのかな、おかしいな。おひなはあなたを大事なお友達だとか言ってたけど、助けに行かないってことは私の聞き間違いだったのかな。それとも実はおひなが一方的に好いてるだけで、ねねちゃんにとってどうでもいい相手だったのかしら。いや、おひなかわいそう。煽り夜で煽り夜。うっ、よつら、あんたもおるなんでしょ、なんとかできないの。よつらちゃん任せだよ。無茶言わないでください。化け物とはいえ私の体は人間と大して変わらないんですから。じゃあ穴は、確か穴を開けられって言ってたじゃない。その力で道を作ったりとかできないの。できそう。それが火では、私なんだよ、無理無理。よつらはね、巨大な、岩壁や空間にさえ穴を開けてしまうけど、その反面水や気体のような流動物には穴を作れない。当然火にも穴を開けられない。だったらあれじゃないの、なんか穴掘ってよ、あの地下から助けに行くから、うん、中まで穴を通してよ。俺行くから潜って。よつらに頼ろうとしても無駄よ。燃え盛る炎の前ではよつらは黙って見ているしかできないもの。そんな、だからこうしたんじゃない、よつらには邪魔させないためにね。私はね、よつらのことなら何だって知ってるわ。ずっと一緒にいたんだから知らないことなんて何一つないの。でも本当の気持ち知らないんだよな。よつらも同じ、私のことは全部知ってくれてる。私はよつら以上によつらを理解し、よつらは私以上に私を理解する。そのくらい私たちはお互いを思い合ってるのよ。一心同体の離れられない関係なの。なのにお前はいきなり横からシャシャリ出てきて、私からよつらを奪おうとしたんだ。いいか、よつらは私のもんだ、私だけのもの、お前なんかに渡さない、絶対私なるものか。もうやめて、カグマ、ねねさんは何もしてないし、私も何も変わってないわよ。どこへも行かない、あなたを見捨てようなんて思ってないから。ごめんね、よつら、今のあなたの言葉は聞けないもの。そこのクズにかどわかされて、おかしくなったよつらの言葉はね。でも大丈夫だよ、私がすぐに将棋に戻してあげる。必ず元のよつらに、私と縁子だけを愛してくれるよつらに戻すからね。ねねに大事な人を奪われる悲しみを思い知らせてから殺すことでね。縁子？さあねね、おひなを助けられるのはあなたしかいない。どうするのかしら。何もできるまま無力感に打ちひしがれ、目の前でお友達が死んでいくのを黙って見届けるのもよし、万有を振るって火の中に突っ込み焼け死ぬのもよし、私に殺されることも恐れてお友達を見せて醜く逃げ回るのもよし。好きなようにしていいのよ、どのみち最後には私が殺してあげるから安心して選びなさい。雨乞いガッパ、縁子、雨、どうするの、縁子の力借りるの、借りれるの、ほっほっ、縁子の魂を解放するのかな。ねねさんどこへ。なんだ逃げちゃうんだ、まあそれが一番悲しい賢い選択よね。今のうちにせいぜい逃げ回っておくがいいわ。丸こぎになったおひなをお土産にしてあ、手土産か、手土産手土産に殺しに行ってあげるから。でも意味は間違ってないんだよな、手土産ね。縁子に助けてもらうのか。よつらの話ではここに縁子が眠っているはず、縁子の魂がここにいるはず。縁子やーい、縁子やーい、お願い縁子、私の民を聞いて、雨を降らせて神社の火を消して。このままじゃひなが、私の親友が死んじゃうの。人間はあんたを殺した、人間のために尽くしてくれたあんたを自分の都合で殺してしまった。カグマの言う通り、人間を恨んでも仕方がないなら、私でその恨みを好きなだけ晴らしてくれていい。私の命と引き換えでもいいから、どうか雨を降らせて、ひなだけは助けて、お願い。聞いてくれる？おおお、青い、お願いお願い、縁子、雨を降らせて、火を消して。私はどうなってもいい、どんな報復を受けても構わない。でもひなは水溜り様が好きなのよ、優しい神様なんだって本気で慕ってる。縁子はもともとは人間が好きだったんでしょ、どうかその頃の気持ちを思い出して、人間になりたいってそう願った理由を思い出して。ひなは水溜り様が縁子のことが好きなの、あんたが望んだ仲間になってくれる、そんな子を死なせないで。おお、すごい、何今の、力宿った感じ。お、すごい、雨が降ったよ、天の恵みですよ。すげえ縁子、魂だけでもこんな芸当ができる。降った、あ、雨だ、雨が降った。中まで火は回ってない、これだけの大雨ならきっと鎮火するわ。縁子ありがとう、本当に私の願いを叶えてくれてありがとう。
そうだ、早く堀を、いや堀じゃない早くヒナを神社の中から助け出さないと。ヒナをね、堀じゃないぜ。これでも漢字難しいんだよな。なんだろう、頭が痛い。お神社がなくなっ、ん、おお、円子来た、円子。誰な、カッパ、あんたがまさか円子、円子のキャラクターないのかな。おお素通りだよ、円子やい。すり抜けた。もしかしてあれは幽霊。いや、周りの雰囲気もなんとなく違う。さっきまであった祠もなくなってるし、どういうことなの？これあれじゃない？昔じゃない？だって祠ないってことはそうだよね。円子生きてるし。今から円子が死ぬ様を見せつけられるんじゃないかと私は予想するんだが、どうでしょうか？違う？あれ？違ったか？回想シーン？あれ、さっきまで池にいたはずなのに、ここはどこかのお屋敷？何がどうなってるの？一体どういうことよ？わー！あ、動ける！動けるよ。何すんの？子供用の綺麗な着物が入ってる。こっちかい？壁に張り付いたように動かない。お、綺麗な着物。私が動かすんです。お、なになに、誰か来るわ。これ長者殿の家だね。あ、エロ坊主と長者だ、長者殿だ。騙され長者とエロ坊主。強欲エロ坊主と。何、今からカッパの話をすんのかな。カッパの肝がいいですぞっていう。無視されたというか、もしかして私が見えてないの？ほう。強欲エロ坊主です。ふむふむ、聞かせてもらおう。立派な着物を着た男の人と、こっちはそう。これってまるで、四つらの話にあった場面みたい。どうか頼む。娘を助けてくれ。なんとかしてくれ。この通りだ。だからそのために、円子様の肝が必要だって前から言ってるじゃないですか。しかし、円子様はこの村に恵みを与えてくれる神様だ。いくら娘のためとはいえ、神様に手をかけるなんて。神っつったって、所詮はカッパでしょうに。それに、水溜様なんて呼ばれる以前は、相当な、エロカッパだったと聞いてますかね。昭和カッパだと聞いてますかね。確かに、人にいたずらをしてたと言われる。だが、それはずっと昔の話で。漢字読めない。昔だろうが何だろうが、人に害をなしてきた妖怪には変わりないでしょうに。いいですか、いたずらなんて言えば名前優しいが、一応聞こえはいいが、カッパのやることなんざ名前優しいもんじゃねえ。馬や牛、人間だって川に引きずり込み殺しちまうんだ。円子様は相当の悪だったそうじゃないですか。一体何人の人間を殺したんでしょうね。おお、それならば。今はおとなしくしてますが、またいつ本性を表すか分かりゃしないよ。村人が勝手に神だの何だのと崇めているだけで、実際はただの妖怪だ。それも人間を殺してきた化け物だ。何も気に病むことはない。村のための化け物退治ですよ。しかも娘の命を助けられる。一石二鳥でしょ。しかしの、医者にはサジ投げられてるんだ。娘を助けられるのは俺しかいない。長者様よ、時間がないんでさ、こうしていると今もあんたの命、娘さんの命は刻一刻と弱まっている。俺の見立てじゃ娘さんの寿命はもってあと 2,3 日ってところですかね。そんな頼む、娘を死なせないでくれ。だったらさっさと円子の肝を奪って持ってこいや。チンピラやないかい、持ってこいや。言っとくから、死ぬ寸前になって持ってきても手遅れだぞ。今肝を煎じて飲ませなきゃ助からねえんだ。娘が死んでもいいのか。さあ決めろ、今決めろ、すぐ決めろ。娘を死なすか円子を殺すか、どっちじゃ。分かった、円子様の肝を持ってくる。だから娘だけは。さすが長者様、英断ですよ。安心なさい。肝さえ取ってくれば、必ずお娘か。必ず娘を お助けする。私を信じなさい。読めない。さあ、娘さんのために、昭和のカッパを退治してきなさい。うん。行きなさい、早く。刀持って。行きなさいよ。わあ。このエロ坊主め。あの腰抜けがようやく決心しやがったか。遅いんだよバーカ。だがこれでようやく円子の肝が手に入る。カッパの肝を食えば鬼にもなれるという覚悟のせいで、金も住処も失ったが、鬼になればそんなものいくらでも手に入れるぜ。こいつ殴ろ、お前の親父は
娘思いのいい親父だね。お前一人を救うために神様殺そうってんだ。まあ感謝することだな。親父のためにもせいぜい自力せいぜい自力で山に打ち勝ってくれや。あいつが肝を持ってきた暁には、左右にでも飲ませてやるよ。いひひ。もしこいつが自然に治れば長者から大金がもらえる。結局このまま死んでも縁故の肝さえ手に入れれば俺の目的は達成する。どっちに転んでもいいわな。やはははは。うー、やっぱりこの人が例の強欲エロ坊主なんだ。ならさっきの立派な着物の人は、なんか歴史変えれないのかな。どうにかして。また前目変わったわ。縁故の池に戻ってきてる。やるんだ、やるしかない。わしがやらねば娘は。あのエロ坊主って何層法なの。そうだ、娘のためだ。娘を助けるためなんだ。嫁入り前の若い美空で命を落とすなんて、そんなことあってはならない。わしが救わねば、それが親としての義務だ。やれやれやれ、やれねばならんのだ。できるさ、できる。この刀を力いっぱい刺すだけだ。それで終わりだ。何層でも笑い方は一緒だよね。わあ、明らかになんか使い方慣れてない感じ。ロボットみたいな動きですよね。ガション、足もみたいな。ガション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 。何この人、刀なんか持って。着物を着た男の人、それに縁故。これってまさか縁故様。おわ、ごめん、避けろー、痛い。あ、ガハ、申し訳ありません。お許しください。縁故様、わしは病の娘を助けたいのです。そのためにはあなたを殺して肝を抜き取らねばならんのです。どうかどうかお許しを。私の肝、あぐ、はあ、これで娘は助かる。娘のためなんだ。娘のぬりゅう。な、何今のぬりゅうって。刀を抜く時の音じゃないの。何今のぬりゅう。今何、正気に戻る音。これは血、縁故様の粉に血が。はあ、わしがやってしまった。なんてこと、本当に神様を刺してしまった。わあ、違う、わしじゃない、わしがやったんじゃない。どうかしてたんだ。さっきまでわしは正気じゃなかった。わしは知らん、わしは知らんぞ、わしは知らんぞ。うう、ひどい、知らんぞじゃないよ。わあ、待って、お許しを、勘弁してください。お、なに、ごほか。うわあ、そこまでするの、縁故。あげる、肝、これ、あれば、そんなアンパンマンみたいな、僕の顔を食べよう。そんなレベルじゃねえぞ。そんなレベルじゃないよ。娘を助けるのに必要なんでしょう。ならあげる、受け取って早く。アンパンマン方式やで。縁故様。うわあ、そんなに、ええ子やのに。娘さん、助かるといいね。うわぁ、エゴやぁ。はぁ、私これで人間になれるのかな。全子様。今私が見てるこの光景は、もしかして縁故の記憶。もしこの光景が真実だとしたら、縁故は殺されて肝を奪い取られたんじゃない。自分の意思で長者に渡したんだ。いやでも半ば強制だけどね、もう半ば強制だったけど。でも前子様って一体なんだかすごく引っかかる。どこかで聞いたことがあるような。ん、前子様あ、何、前子様。ん、何あのお坊さん、ん？縁故は前子様が好きだったから、そのために人間になりたかったのかな。思い出した。いや、これは私の記憶じゃない。縁故の記憶だわ。どうしてかわからないけど、私の頭の中に縁故の記憶がある。やっぱあれじゃない。ねねちゃん、縁故の生まれ変わりなんじゃないの？前子様。だから縁故は人間になりたかったのね。たとえ死んででも、前子様への償いと約束を果たすために。償い？なんかしたの、前子様に。え、やっぱり
生まれ変わりなの？エンコ、この曲はあんたがよこしたんでしょ？自分の記憶を私に託して真実を教えて、それで私にどうしろと。託したのか、生まれ変わりじゃないのか。ん？託しただけ今。ひょっとしてカグマを止めてほしいの？そう、きっとそうに、そうだわ。そうに違いない。噛んだわ。エンコは人間を恨んでいない。だからカグマの暴走を止めたいんだわ。これ以上カグマに人間を殺させたくないんだ。行くの？行くの？いいわ、その役目。私が引き受ける。雨を降らせてくれたお礼にね。カグマは私が止める。できる？できる？でも、おひなは助かってるよね。おひなは。止めれるかな？おお！なにこれ？なんで？突然こんなに雨が降るの？降るわけないじゃない。私の住処は、そこまで再現できないもの。だよね。ずっと夕暮れだもんね。自然に雨は降らないもんね。火が消えて、火が消えた。まるで、意志があるみたいに。神社だけに火が。火が。もうなんか、読めないです、全然。神社にだけ雨がね。なんか全然読めないです。なんだろうな、全然読めないな。もしかしてこれ、エンコの雨？なんで火と雨間違えんの？パパが言わないでよ。それじゃ何？エンコがおひなを助けたの？エンコが人間を許したってこと？もう集中できない物語に。いや、そもそも、それ以前の問題でしょ。エンコの魂は、ヨツラが元の世界の祠に閉じ込めた、異界である私の住処にエンコの魂はないのよ。それがどうやって雨を降らせるの？せやな。ほんとだほんとだ。今だって、元の世界じゃないもんね。異界だもんね。魂ないはずじゃん、あの祠には。まさか人間を救うために、ヨツラの穴を抜けて、私の住処までやってきたなんてバカなこと、言うつもりじゃないでしょうね。それもありえない。だって本当は、元の世界の祠にも、エンコの魂はないんだから。でもなら、この雨は一体、何？やっぱあれか、エンコの魂は、あれですよね、自分の子供に入れたんですよね。エンドさんでね、そういう話してたんで、ちょっとね、嘘ついてたんですよね。これね、エンドさんを見ればわかります。ヒナ！その話はね、エンドさんで、してくれました、確か。あ、ちょっと！やっぱネネちゃんなのかな。くっ！だからカグマはね、人間が嫌いなんで、自分の子供に、ヨツラじゃない、エンコの魂を入れたって言ったら、子供も殺されてしまうから、嘘ついてますね。いいの邪魔しなくて。あ、約束は守るんですね、一応。ふぅ。でかい。ひなしっかりして、もう大丈夫よ。ねねちゃん。ガシ、すごいな。今の音すごいな。さすがの重量級。でかい。果てしないぜ。ねねちゃんごめんね。ごめんね。保健室でムキになって喧嘩しちゃって、ドスン。ひなったら、何もこんな時に謝らなくてもいいじゃない。揺れたね。だって、本当にあのまま死んじゃうかと思ったんだもん。でもね、そう思ったらどうしても死ぬ前にねねちゃんに謝りたいって思ったの。喧嘩したままお別れなんて絶対嫌。どうしても仲直りしたかった。ねねちゃん、私、ううもう火は消えたんだからお別れの心配なんてないでしょうに。でもそれなら私もちゃんと謝らないとね。ひな、ごめんね。あの時は私も意地になって言葉が過ぎたわ。許してくれる？当たり前だよ、当たり前だよ。それならこれで仲直り。今からまた元通りの親友よ。ありがとうねねちゃん。ふえーふえー、もう泣かないの？泣き虫じゃないんでしょ？言ってたね。いつまでもここにいてもしょうがないし、外へ出ましょう。それに私にはまだやることが残ってるから。やること？ええ、誰かさんに託された役目がね。ひな、私の肩につかまってゆっくりでいいから歩ける？ゆりゆりじゃの。うん、肩を貸してもらえるのかな、なんとか。なんか全然読めなくなってきた。滑舌の問題。